はい、ありがとうございます。先ほどまではバングラデシュのインターン、アミタっていう会社に就職してパラオ事業に参画したってところまでお伺いしたんですけど、はい、パラオでどういうことしてたのかっていうところを具体的にお聞きしたいなと思っていて、ちょっと前の動画で触れた南三陸町でやっていたものとパラオ事業って基本的には同じスキームを描いているので、うん、2万人ぐらいの小規模のコミュニティでそういったモデルをやりましょうと、はい、南三陸はもうだいぶ進んでたので、はい、それから先行事例になってパラオが始まったそういうことなのかっていう時系列で、はいはいはい、でパラオはまだまだ調査段階かつ、うん、合意がまずパラオ政府と取れてないので、うん、合意形成もしていかなきゃいけないっていうようなフェーズですね、はい、でそもそもやっぱ調査をするというところで、うんうん、ゴミの組成調査って言いますけど、はい、パラオの国全体から大きく分けて2つコミュニティがその中でコロル州とアイライ州なんですよね、はい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 、でその2つから出てくるゴミの量をもちろん全部測るって無理なので、はい、サンプルを取って推計するっていうことが必要で、はい、あそうなんですね、はい、僕が一番やりたかったというか、はい、フォーカスしてるところは生ゴミを使ってバイオガスの設備に十分な生ゴミ出るかってことですよね。あ、家庭から全部回収してピックアップして、はい、そこに生ゴミが毎日ないし毎月どれだけ出るのかって分かれば、なるほどね、それがバイオガス発電に使えるのかどうかっていう、あそういうことですね。例えば、はい、じゃあ例えば20家庭からもらったゴミのうち 20% 生ゴミがあればバイオガスみたいなところが使えるよ、うん、そうですね、みたいな判断ができるってことなんですね。全体のゴミの量のパーセントもだし、はい、あとは絶対量もですよね。あ1日何グラム出るのかとかです。あそうなんですねじゃあそうやって調べていくんですね。そうですね。なるほど。大変だったこととか辛かったことありますか？なかなか政府側が合意してくれる感じがないっていうか、いいよねっていう話はあるけど、はい、じゃあ進めてこうって言った時にどう進めていくかっていうのが、こうサイドがあんまりリスポンスがないっていうか、いやそれは結構難しいですよね。でもそれは合意には至ったんですか？そう言うとパラオ業務1年で私はシフトして南三陸町の進んでる方の事業に移っちゃったので、はい、その後をフォローアップしてないんですけど、うん、アミタを辞めて違う会社に行ってもらって、最後どうなったかっていうのはちょっと知らないんですけど、うん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 、なるほど。ちなみに今は何をしてらっしゃるんですか？私はアミタではバイオの南三陸町で実際新規で立ち上げたんで、その運営とかをやってたんですけど、そういう意味では再生可能エネルギーの発電設備の運転管理をやってたと、うんうん、でまあそれを踏んで今やってるのはそれに近い話で、風力発電とか太陽光発電の事業開発ですね。そうなんですね、はい、じゃあ今はそっちの作る側みたいな感じに渡ったって感じですね。立場としてはアミタと変わらないと思うんですけど、再エネの種類が違ってバイオじゃなくて風力太陽、ああそういうことですね。なるほど。かつアミタみたいに地域にどうっていう話ではないので、はい、収益事業としての売電、皆さんのイメージしやすいのだと東京電力が発電設備をどっかに作るみたいなイメージになると思うんですけど、はい、そういうことか。私は外資なのでアメリカの企業の日本オフィスで日本の再生可能エネルギーを増やすっていう仕事をしています。じゃあもうそこからは結構シフトして途上国へのアプローチっていうところよりは、同じ分野なんだけれども対象を日本に移したみたいなイメージなんですかね。そうですね、うんうんうん、なるほど。ちょっと聞いてみたいなって思ってるのがあって、民間企業でどういうアクターの方がいらっしゃるのかな思ってるんですけど、うん、国も再生可能エネルギーには関わってるんですか、ね、むしろ国が力を入れないと普及しないし、はい、っていう分野ですね。そうなんですね。それなんでですか？固定価格買取制度っていう制度が必要なんですけど、再エネを普及するには、はい、簡単に言うと法律で定められて再生可能エネルギーを導入した事業者がいくらで電気売れるんだっていう制度なんですけど、はい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 、1キロワットアワーあたり40円とか20円とかあるんですけど、うん、はい、40円ってかなり高い、はい、で20円だとまあまあまあっていう感じなんですけど、それがないとそもそも発電事業者は何百億も何千億もかけるので、うん、プラントを作る、まあ、そうですよね。それを投資回収するのじゃ何年でできるの、はい、っていう計算のベースになるんですね。なので固定価格買取制度をまず導入しない国には普及しないっていう、はい、あそういうことですね。そうなんですね。それをドイツとかヨーロッパはもう面白い2000年の私が学部生だった頃にどんどん進めてて、2001年にドイツはかなり太陽光を普及してたっていうことがあるんですけど、2001年の頃なんて再生可能エネルギーは多分差の字も日本では議論されてなかったなというふうに、あじゃあもうそこでの格差っていうのはやっぱりあったという感
感じなんです ね日本とヨーロッパで比較すると。そうですね、実際再生可能エネルギーの課題って何だと思います？いろいろあるんですけど、なんで日本が進まないのかなって、こうやって事業者として、はい、のサイトを開発する立場になって思うのは、日本って結構導入しづらいんですよね。というのも基本的には風車って船便で大きい港に着いて、はい、バラした状態で届いて、はい、それを車両で運んでいくんですよ。あ、そうなんですね。で、運んでいく先って風力の場合、はい、基本的にはやっぱり山の尾根の上とかを立てるっていう、そこはやっぱり風の強さが強いっていうところが多いの で、なるほど。でその適地ももちろん政府の機関もそうだし、出してるわけですよ、全国のマップの中で。すごい強いところは赤色に色塗ったりしていて、それもやっぱメッシュが荒いので、ボトムダウンしていくともっと風況が実際弱かったりもする。なるほど。で適地がまずそんなに、はい、例えばアメリカとか比べたら、アメリカなんて平地なのでいくらでも建てられるし、国土も広い、はい、やりやすいんですけど、はい、日本の場合はまず山でなんで問題があるかって言ったら、地方自治体がそれほど手の回ってない狭い道路をまず広げないといけないんですよ。なるほどっすね。どれぐらいの規模を皆さんが想像するかわかんないですけど、基本的に下から風車が回る中心まで 100m とかのタービンが今普通なんですね。そうなんですね、はい、100m めっちゃ高いっすね。何本かに分けて、はい、それをでっかいトレーラーで運搬するんですよ。だから都市部でもの広い道でも結構曲がるの大変で、時速10キロとかでそれを山の道をやるってなると、距離が長ければ長いほどその道を全部克服していかなきゃいけないので、いや確かにそれは無理か。確かにね。それのまず費用、もちろん公共事業として地域の道が良くなるっていうのはあるけど、じゃあそれが事業としてどうかっていうと、土木工事になるので、工事になれば何億も何億とかで済むのかっていうレベルになる、はい、だから海外に比べると導入するときにコストがすごいかかっちゃうっていうのがある中で、大手の日本の電機メーカーさんもいろんな事情で風車を作るのもやめてしまったので、うん、なるほどですね。国産のまず風車がないわけですよ。なるほど。だから海外に依存しちゃうみたいな。だからもうひたすらコストがかかる。それも早く舵を切ればもうちょっと風車メーカーも残れたかもしれないし、はい、っていうのはあると思うんですけど、うん、再エネの業界って厳しいなと。今は海に風車を建てるっていうのが、うんうん、これからの10年、うん、20年のトレンドになってきますね。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこういう再生可能エネルギーみたいなところに今携わられてらっしゃるじゃないですか。タカさんとしての今後どうなりたいかっていうところもちょっとお聞きしてみたいなと思ってて、はい、今後どうなりたいんですか？今のこの時点に立った時に、はい、日本の開発をやってるわけで、はいはい、最初学部で再生可能エネルギーに出会った時とは全く違うポジションでやってるというところですが、はい、再エネをずっと続けていくか続けていかないかというところはあるんですけど、うん、大事にしてるのは自分で選択することがすごい大事だなと思っていて、なるほどなるほど。かつ、はい、僕の場合は地方に生まれたから選択肢がないってずっと思ってたわけですね、うんうん、でない中でどうやって東京に出ようとか、はい、例えば超かっこいいアイドルがテレビでダンスしてたりするわけじゃないですか、はいはいはい、そういうのを見ていいなみたいな、東京に住んでる人はこういうのになりやすいんだろうなとか、うん、いろんな節々でやっぱり地方にいる時思ってたんですけど、はい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 、でも今は僕が地方にいた頃とはかなり変わっていて、 YouTube 見られてる方もこの YouTube だけじゃなくていろんなものを多分見ることができて、うんうん、インターネット使えば世界の裏側の情報まで手に入るという状況で、うんはい、僕がグラミー・シャクティに行った時の話みたいに、はい、絶対に何かする時にゼロじゃないんですよね、うんうん、インフォからメールを送ることみたいなそうだよ、ね、超ちっちゃいこともあるんですよ。いや本当そう本当そう。でも僕は結構でも足踏みした方で、大学院まで行って足踏みしてたので、うんうん、皆さんがテクノロジーを使ったりすれば誰にでも多分会えると思うんですよ、うん、昔とは違って今すごい人とつながる機会っていうのは増えてますよね、絶対数でいくと。なんでそこは確かにあるかもしれないですよね。ありますね、うんうん、なのでそれを続けていくっていうことがすごい大事だなと思ってて、はい、なるほど。で僕も一応一本筋環境エネルギーってしてますけど、はい、かなり全然違うような実際は働き方をしたり、うんうん、立場も違ったり、はい、コンサルだったり民間だったり、はい、いろんな立場で見てきましたけど、はい、再エネの開発で何十年もやってる人もいるけど、はい、変えてもいいんですよね。その時に適切な自分のこれやった方がいいな
なとか思うものはどんどんやっていった方がいいと思ってます、うん、なるほど、はい、まあ、それが実際アドバイスにつながっちゃう感じですかね、はい、そうですね。なるほど。でも今違うこともやられてるんですよね。そうですね。今は何されてらっしゃるんですか。コーヒー屋さんをやってますね。今コーヒーのバックグラウンド全然出てこない。コーヒーのバックグラウンド全く出てこない。でもコーヒーは好きだったっていう。あ、じゃあ今お店持ってるんですか。お店は今曲がりして吉祥寺というところでやってまして。なるほど。どれぐらいの頻度で出してるんでしたっけ。まあ、月1回。概要欄にリンクを貼っておきますんで、はい、興味がある方は見てもらえたらなと思います。だから特別な抽出方法でコーヒーやってるんですよね。エアロプレスっていうこうね実際に来て見ていただいて。いや、そっちの方が多分いいっす。はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、国際協力の中でも環境とかエネルギーとかに携わられていたタカさんにお越しいただきました。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。